はい、こんにちは。スプラートでのめちゃんとめるちゃんです。メキシコ料理で、おすすめの3つ教えてください。3位、チレポブラノ。何それ？チレポブラノ、チリに、もうでっかいチリに、あー、チリの中に、チーズ入れる。チーズ入れてで、トマトソースかけて、美味しい。あ、もう食べたい。辛くない。全然辛くない。辛くないチリを使うの。第2位、ソッパアステカ。ソッパアステカ、アステカスープ。食べたことあるもんね。トマトソーススープ、なんか上になんかその生地、トルティーヤ、フライトティーヤを乗せて、チリじゃないわ、あのチーズとか、めっちゃ美味しいです。第1位、タコス、マスタコス。メキシコ人でもタコスが1位なんだ。いろんなタコスあるけど、タコスパスタはめっちゃ重い。オッケー。ということでベロちゃんのおすすめのメキシコ料理、第3選でした。タコス食えってことですね。そうだね。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。